フィンランド国立バレエ団は、フィンランドヘルシンキを拠点とするバレエ団である。フィンランド唯一の国立バレエ団で、独立5年後にあたる1922年に創設され、ロシアバレエの強い影響を受けながらも、独自の道を歩んできた。レパートリーは、白鳥の湖、ジゼルなどのクラシックバレエやロマンティックバレエの諸作品から、ウィリアム・フォーサイス、カロリン・カールソンなどの現代。 振付への作品まで多岐にわたる。2015年、東部ヤンソンのムーミンシリーズを世界で初めてバレエ作品として上演した。この作品の公表を受けて、2017年4月にムーミンバレエ第2作となる、楽しいムーミン一家ムーミンと魔法使いの帽子の世界初演を日本で行っている。フィンランドにおけるバレエの歴史は、デンマークやスウェーデンに比べると比較的短い。 デンマークとスウェーデンの両国では古くから王政が敷かれていたため18世紀には国立バレエ団を創設し19世紀には当時のバレエ先進国フランスのロマンティックバレエの影響を強く受けていたのに対してフィンランドでは他国による支配が長期間続いたことでバレエやオペラの被護者となるべき宮廷文化の影は薄かった フィンランドでのバレエの始まりは1879年、ヘルシンキにアレグザンダー劇場が開設されたこととされる。この劇場でオペラやバレエを上演するためにダンサーたちが雇用され、そのうちソリストクラスのダンサーはロシアから招聘されていた。ロシアの支配下でフィンランドではジャンシュベリウスの公共史、フィンランディアに代表される愛国主義もしくは 民族主義的な芸術運動が高まりを見せていた。自国の文化的アイデンティティの確認と民族の伝統を称える思想の共有として舞台芸術の果たす役割は大きいものがあった。フィンランドは1917年にロシアからの独立を果たし、バレエ団の創設はその5年後に当たる1922年であった。創設に助力したのはエドバルド・ファツェルで、 セルゲーディアギレフに先駆けてロシアのバレエダンサーをヨーロッパ各国に紹介した実績を持つ人物であった。ファツェルは同時にロシアバレエのフィンランドへの移入にも尽力しバレエマスターとしてサンクトペテルブルクからジョージ・ゲイを招聘した。ゲイはサンクトペテルブルクの生まれでニコライ・レガートに支持してバレエを学んでいた。1922年の旗揚げ公演は 白鳥の湖であったが、これが西ヨーロッパのバレエ団による白鳥の湖の初上演となった。当時はロシアから革命を逃れてきた多くのバレエダンサーがフィンランドに新天地を求めていたため、この時白鳥の湖で主演を務めたのはロシアでバレエ教育を受けたマリー・ペシェフというバレエダンサーであった。この公演はソリスト9人。 コールドバレエが十数人という小規模な編成であったものの全幕上演を果たしてバレエ団の存在をアピールすることに成功した。マリー・ペシェフとジョージ・ゲゲイは1935年までバレエ団を率いて19世紀のクラシックバレエ、ロマンティックバレエやミハイル・ホーキン振付作品など多くの作品を上演し、その後フランスに移ってバレエ・リュス・ド・モンテカルロなどでバレエ指導者や 振付家としての活動を続けた。芸の退任後も、ロシアバレエの導入が集中的に続き、眠れる森の美女やジゼルなどのクラシックバレエやロマンティックバレエが上演された。芸は1939年から1945年まで、スウェーデン王立バレエ団のバレエマスターを務めた後、百五十五年にヘルシンキに戻って、再びバレエ団でバレエマスターとなり、 1962年に死去するまで、その任にあった。芸の死後は、ニコラス・ベリオゾフが、公認となり、1964年までの任期中に、審判、エスメラルダ、眠れる森の美女、春の祭典を上演した。クラシックやロマンティック作品の上演を続けながらも、バレエ団は1970年代中盤に、新しい方向性を求め始めた。 バレエ団は1976年に振付系へのカロリン・カールソンを招聘した。カールソンはフィンランド系アメリカ人でパリオペラ座の現代舞踊研究グループグルタップを設立しフランスのコンテンポラリーダンスの育成に尽力していた。カールソンはフィンランドのバレエのレパートリーと表現の幅を広げることに意欲的に取り組んだ。 1984年から1992年の間はバレエ団のプリマバレリーナとして長年にわたって活躍したドリス・レインが芸術家運を務めた。1993年国立オペラ劇場の会場を機にヨルマ・ボティネンがレインの後を継いで芸術家運に就任した。ボティネンはグルタップでカールソンに支持した舞踊家ですでにフィンランドを代表する。 振付家としての評価を得ていた。ウォティネンはフランス時代の人脈を活かしてパリオペラーザバレエ団から優秀な指導者を招くことでバレエ団の技術向上を起とした。さらに彼は古典のレパートリー上演とは別に自作を含めた現代的な作品を積極的に上演するという新機軸を打ち出し若手の振付家にも作品発表の機会を与えた。 ボティネンの挑戦は観客のバレエに対する固定観念を変え、フィンランドにおいてバレエとコンテンポラリーダンスのボーダーラインは気迫になり、バレエのシーズン中には8つのプログラム構成による100、公演を行うまでになった。2001年、デンマーク生まれでデンマーク王立バレエ団で活躍したディナ・ビョルンが芸術監督の座に就いた。ビョルンは、 オーギュスト・ブルノンビルのメソッドについての権威であり、作品の上演指導を各国で行っていた。彼女の指導によって、ブルノンビル作品がバレエ団のレパートリーに加えられた。2008年、ビョルンと同じくデンマーク出身のケネス・グレーブが芸術監督に就任した。グレーブはデンマーク王立バレエ学校やスクール・オブ・アメリカン・バレーで、 バレエの訓練を受けたダンサーで、ニューヨークシティバレエ団、アメリカンバレエシアター、パリオペラザバレエ団、シュトットガルトバレエ団など、世界各地のバレエ団で、スターダンサーとして活躍していた人物であった。クレーブは、世界の舞台で輝くバレエ団を目標として、それまで平等主義が浸透していたバレエ団に、改めて階級性を導入したり、実力主義を徹底させたりと、 強力なリーダーシップを発揮している。グレーブの芸術監督としての任期は2018年に満了を迎える予定で、彼自身もこの地位から退くことを明言している。バレエ団の拠点、フィンランド国立オペラハウスフィンランド国立バレエ団は、同国で唯一の国立バレエ団である。かつての所属ダンサーは、オペラハウス付属のバレエ学校出身者が多数を占めていた。 2017年の時点において、団員の総数は80名以上に及び、フィンランド人ダンサーは約半数である。団員の出身国は23カ国に及び、ダンスの国際化に対応した構成となっている。フィンランドでは平等主義が浸透しているため、ウォティネンやビョルンが芸術監督を務めていた時代には、ダンサーの階級性は存在していなかった。当時は踊り演じる役柄ごとに、 ポイントを配分し、月間に獲得したポイントによって、ギャラの支払い額を決めるというシステムが採用されていた。このシステムにおいては、若いダンサーでもソリストに起用されるチャンスが与えられていた。グレーブが芸術監督に就任した後、バレエ団の実力アップを目指して4階級からなるダンサーの階級制を導入した。才能や能力は健全な競争の下で磨かれてこそ、 力になるというのが、グレーブの主張であった。階級制の導入当初は、バレエ団内部だけでなく、外部からも、アンシャンレジームへの逆行であるなどと抵抗があったというが、良い意味においての実力主義の徹底による成果が、バレエ団のみならず、グレーブの評価をも高めた。バレエ団の構成は2017年の時点で、エトワール8人、プリンシパル5人、ソリスト12人、ダンサー55人、 そして、ユースカンパニーに所属するダンサーが14人である。歴史の節ですでに述べた通り、フィンランド国立バレエ団の初期レパートリーは、ロシアバレエの強い影響を受けていた。白鳥の湖、クルミ割人形、眠れる森の美女、ジゼルなどが、初期にあたる50年余りの期間に集中的に上演され、レパートリーとして定着した。その一方で、 北欧の国々にあるバレエ団の必須作品といえるブルノンビル作品がレパートリーに定着したのは21世紀に入ってからであった。白鳥の湖は以前はウラジーミル・ブルメーステル振付版を採用していたが、その後マリウス・プティッパー、レフ・イワーノフ版に基づくグレーブ改訂版を上演している。ナタリア・マカロワ版、ラ・バヤデル、ルドルフ・ヌレイフ版、眠れる森の美女。 ウェイン・イーグリング版、クルミ割人形とネズミの王様、パトリス・バール版、ドン・キホーテなどが古典作品の主なレパートリーである。1998年、シルビー・ティエムが独自の解釈と演出によってジゼルを振り付け、好評を得た。2001年1月に行われた初のパリ公演で、バレエ団はこの作品を上演して、成功を収めた。現代作品では、 ウィリアム・フォーサイス、オハット・ナハリン、イリキリアン、アンジュラン・プレル・ジュカージュなどの作品をレパートリーに持ち、フィンランドの振付家が手掛けた作品もその中に加わっている。バレエ団からは、テロ・サーリネンやヨルマ・エロなどの才能ある振付家が次々と登場して、フィンランドの国外でも高い評価を得ている。バレエ団は2015年、トーベ・ヤンソンのムーミンをバレエ化した。 ムーミンダニの彗星をヘルシンキで初演した。世界初のムーミンバレーとなった、この作品は好評をもって迎えられ、すべての公演がソールドアウトとなった。バレー団は2017年4月にフィンランド独立100周年祝賀イベントの一環として、初の日本公演を東京と大阪で行った。この公演では4月22日にムーミンバレーの第二作。 楽しいムーミン一家ムーミンと魔法使いの帽子マイナスが東京で上演された。こちらは芸術監督のグレーブ自身の振り付けによるもので日本での上演を想定して大人の観客向けの作品に仕上げたという。なお、フィンランドでの初演は2018年1月の予定である。フィンランド国立バレエ団2017年日本公演プログラムによればフィンランドはロシア、 チェコに続いて、白鳥の湖の上映を果たした三番目の国である。a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a a b a c a d a a f a g i a j a k r a m 1 a o a p a q r a z u t a u a v o w a x i a z u b a BBBC フィンランド国立バレエ団2017年日本公演プログラム ABCDEFGHI オックスフォードバレエダンス辞典、ピアニッシモ、432から 433ABCDEFGHIJKLM ダンスマガジン2001年10月号ピアニッシモ、60から 67ABCDEFGHI ペン 増語決定版名作が愛される理由を探る。ムーミン完全特本。ピアニッシモ。86から87。ABCD。ダンスマガジン2017年7月号。ピアニッシモ。8から13。ABCDE。オックスフォードバレーダンス辞典。P166。オックスフォードバレーダンス辞典。P486。オックスフォードバレーダンス辞典。P592。ABC。 ボックスフォードバレエダンス辞典、P422AB、バレエ各月間、ボリューム19、ピアニッシモ、82から 83AB、ダンスマガジン2017年1月号、P37。ありがとうございます。